演舞開演。どうも、私のズレズレなる日常演舞さんですよね。はい、そのいうわけで本日はこちら2種類のパンを食べたいと思います。こちらのパンはですね、こちらね、ちょっとこの間こちらの施設に行く機会がありまして、施設の中で販売されていたものです。あー、美味しそうですね。なんでね、この施設にしか取れない自分用貴重なお水を使ったパンもそうです。これは控えめますね。ではいただきます。ありがたく。なんか甘い香りがするな、惣菜系なのに。後で知ったのですが、大きい方のパンは人気ナンバーワンらしいです。おすすめですか？どちらもパン生地がすごくもっちりしていて、コーンマヨネーズの方はなぜか甘みがありましたね。あれ何の甘みなんだろう、トウモロコシなのかな。そしてドライフルーツのレーズン、ナッツ、くるみのパンはあれだけのボリュームなのに弾力がしっかりあって、いやボリュームあるから弾力あるのかな。中のザクザクくるみとドライフルーツの酸味もしっかり口の中で広がってとっても美味しかったです。ザクザクくるみね、まだまだ他にもいろいろあったそうなので、また食べてみたいと思います。というわけでどちらもこちらの点数をさせてやります。本当に美味しかったです。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると嬉しいです。エンドで、パソコンおよびスマートフォンのアプリの方はクリックをお願いします。